どうもテイラックルです。みんなのゴルフ、みんなでゴルフやっていきたいと思います。上位入賞を目指して真剣ゴルフランキングトーナメント、メダル交換所とか言ってみようかな。大丈夫、何回かフラッシュ真っ白になって先に進まなかったんですよね。おい、来た来た来た、600万出る記念杯前半ということで、そうですね、今のところまだ1回もやってませんので、まあとりあえず1回やりますか、試しにということで。はい、3人がカンストなので、まあ4位に入ったらいいかなと思います。あ、ここか、まずはここか。ここで超パワーだとこうなるのか、まあ、超パワーを打つ必要はないですけど、まあ、この辺りなんだろうな。ちょっと安全に行こうかな。安全に行ってもしょうがないのか。さっきここ、この辺り落としてましたよね。ああ、そっち行っちゃったか。じゃあ、ここでいいんじゃない？風。まあ、そんな吹いてないと。じゃあ、これでいいか。行こう。マジ？何なの今の。何が起こった？とりあえずこれでも届くのか。あー、これしかないか。じゃあ2ロッパーの全力ピッパー。これでどこまでいけるかな。あんまりあれなんですよね、気分を害すともう全く機能しなくなるんですよ。イラチなんですよ、すごい。こんぐらいのはず。よし、入る。よかった、なんとかなりました。なかなかの波乱ですね。今日調子悪いんだよな。はい、ベストパット当然だって 8.4m だから。これ以上のベストパットを決めた人いないでしょう。はい、ここ無風かな。で、相手はいいか。ぴったりでいいのかな、ちょっと見るか。そうなってるとちょっと上がってんのかな。上がってるかどうか見るか。トン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 。じゃあこのぐらいにしとく？手前に落としてどんどんどんと。こんぐらいか？なるほど。この辺だね。無風だもんね。よし。OK！ いいんじゃないかい。チップインバーディー。すごいね。よしよしよし、いいとこいいとこ。まあこんなもんか。くるくるしまくってるな。入る、絶対入る。オッケー。さっきも取ってたんですよ、ベストニアピン取れた。そうなんですよね、あのニコニコの鶴岡鴨の橋の動画をおすすめするっていう、まあプロツアーやりながらおすすめするっていう動画撮ってたんですけど、あまりに話に集中しすぎて全くプレーに集中できなかったですね。なのでその辺ちょっとまあ考えものだなと。トントン、こんなんでいいよね。なので話じゃないね、プレーに集中しながら話もするみたいな
のをやっていかないといけないなと思ってるんですけど、そうなんですよ、鶴岡鴨の橋すごい面白いんですよ。皆さん見てください、ね、自分の動画の2000倍ぐらい面白いです。うん、ここかな。もう一個行きたいな、もう一個行きたいけど行き過ぎだから 1,2,3 と4と多分これでいいはず。うん、入るまであるな。雨だ、雨、これぐらい雨。うーん、 OK、 雨だから、雨だからこれぐらい。あー行き過ぎたか。そうだね、行き過ぎたってことだけ分かった。この辺かな、これ行き過ぎか、ここかな、ここでガーンってバーンってバーンって入る、こんぐらいだね。入るでしょう、入らない。うーん、最後しくったな。はい、パーか。そうですね、600万出る記念杯前半、結局のところどうなったかっていうと、まあ、こうなったと。マイナス3ですね、自分が取れても。うん、なるほどね、マイナス3か。あ、やっちゃった、ナイス、押すの忘れた、すいません。うん、どうしようかな。無風がいるかどうか、まあ結果的に使ったかいるか。じゃあ次、そうですね、初回でどういったものか分かったので、まあここでちょっと修正していこうかなと思います。ここですね、ここの前のこの木にですね、めっちゃ当たったんですよ、そうでもないさん。なのでそこは外していきたいですけど、どうやったら外せんのこれ。3度どうなってんの、3度。3度が、おお、すげえ、そこまでいく。337、348、348か。348いける？いや、絶対無理だな。もう、どうす、超パワー使ってないよね、今まで。使ってたっけ？まあ、こうでいっか。いいかな。正しいか？2回目も全然ダメだったな。この辺、うほー、どこに飛んでいくんだ、ここ鬼門じゃねえ、もしかして。 4.7m、 意外に近かった。なかなかダメダメプレイだな。結構早いね。このぐらいだと思う。オッケー。入ってない。うわー、入ってない。あー、まずいな。パーから始まった。いや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 。ボロッボロですね、ボロッボロ。
次は、無風。なんで、そこか。そしたら、こんぐらいでいいのか。OK! 入ったんじゃね？入ったんじゃね？うわー。おーほーほーほー。ああ、サンド。サンドすごいな。OK。最初の草が問題だよな。とりあえず、2アンダーの可能性は残した。これで最下位から7位に浮上かな。どうでしょうか。よし、じゃあ最後、まあまあそうですね、2アンダーで締めましょうか。ここで超パワー使う。で、風は6メーターぐらいかな。オッケー。そしてここからが面白いんですよ。皆さんにお見せしますよ、入れるところをね。無風で調整。これはそんなにはいらない。ほぼまっすぐ OK。ダメ。これぐらいかな？こんぐらいかな？こんぐらいかな？OK。で、下で。で、さっきの幅がこれぐらいでアウトだったんですよ。なので、まあ、こんぐらいかな。OK！ 入ったんじゃなかろうか！どうぞ。あー、強いか。あれ、まだ強かった。まだ強かったか。ちょっとそりゃ参るな。まあ一応2アンダーは取った。まあ最低ラインですね。けどこれ自分7位のような気がするな。あ、一人あれかな、リタイアしてくれてたら6位か。そんなレベルですかね。2人リタイアなら5位か。はい。トン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 。
そうなんですよ、鶴岡鴨の橋の動画皆さん面白いですよ。ニコニコの鶴岡鴨の橋の動画めっちゃ面白いです。やっぱ鶴岡鴨の橋で押せるのはハピブタですね。ハッピー&ピックスっていう、なんかわかんないけど、ハピブタのモノマネを彼はやりまして、それがめちゃくちゃ似てるんですよね。いや、ハピブタシリーズは正直あれは鉄板だなと思います。鶴岡鴨の橋の動画一番おすすめできるのはやっぱりハピブタ関係が。終わったかな？おっと、5位。よし、OK。あ、OK じゃないか。まだ終わってない。まだ終わってないぞ。あ、こういう時に喋ればいいのか。そうですね、鶴岡鴨の橋何をやってるかっていうと、ニコニコの、まあ、ゲーム実況でシャドーバースのゲーム実況やってます。で、自分の方で気づいたのは去年の秋とかそのぐらいからなんですけど、とにかく面白いですね。脊髄で喋ってるみたいに、すごいこうマシンガントークが、あった。5位。よし、オッケー。何を言う、5位だぞ。十分ではないか。はい、マイナス2ももらって、じゃあ次は正真正銘マイナス3取っていきましょう。3人がカンストなので4位には入りたいなと思います。こういう時にあれだね、やっぱり長話になるなってなった時には、よし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 、これでこうじゃね、合ってる、いい、良い、良い、 OK、 良き、完璧やね。よしよし、掴んだ掴んだ、これでいいんだ。やっとまともなショットが打てた。風だね。吹いてない。2メーターも吹いてない。じゃあ、トン、トン。これは、トンでいいかな。やりすぎ？やりすぎかもしれないが、これで打ってみよっか。いや、ちょっと待って。トントン。これぐらいでいいかな。トン。多分トンはやりすぎなんでしょう。だから1、2、3、4。これで、いこうか。いやいやいや、こんぐらいか。ぴったり？ぴったり？OK。70%。いいんじゃないか？やっぱり、もうちょい左でよかったのか。右か。もうちょい右でよかったんだ。まあ、絶対入るけど。でもな。もうちょっとつけたかったな。いや、やっぱこの辺が面白いですよね。目測がまだ確実に見えてない。距離はバッチリだったんですけどね。はい、来ました。無風にしての、そこか。そこな。まあ、普通に、ちょっと相手の、落ちた後の、どんどん跳ねるな。どんどん跳ねていくな。どんどん跳ねていくな。そんな跳ねる？マジで？じゃあ、手前でいいか。入る。これ入るんじゃね？入るんじゃね？かなり手前だぞ、しかも。手前にしたぞ。ダメ。ダメした。かなり手前にしたんだけどな。
この辺かな。バーン。オッケー。うん。マイナス3の可能性を残しました。うん、いいね。耐えてますね、結構。耐えてる耐えてる。この辺でマイナス3取ってないと、うん、この後の挑戦で2つマイナス3取らなくちゃいけなくなるから、結構シビアなんですよね。はい。うん。3位以内に入れるかな。でここは超パワーにして一回真ん中乗せた上で風を見る。あ、横そんなにいらないかな。 OK 大丈夫。よし、完璧な位置。完璧。で、ちょっと低めにして、そっか、そうなるのか。手前に落としてだから、結構厳しいな。そしたら、あれだ。うん。こうだ。で、無風。そんで、強かったんだよね。結果的に転がっていったから、弱めでいい。弱めでいいぞ。かなり弱いね。OK。これでいいはずなんだよね。どうぞ。ああ、強い。これでも強い。うっそ。かなり調整したんだけどダメでした。うわ、ダメだった。うわ。ああ、もう、マイナス2だよ。マイナス3取れね。いやー厳しいなー。はい。マイナス2ランキング11261。そうですね。うん、マイナストータルでマイナス9アンダー、9アンダーですね、取りたいなと思います。はい、この動画は以上です。なんかもらえる。受け取り。なんかもらったな。デルボール、600万デル記念ボールもらいましたね。ちょっと機能見ますか。機能入手。お、感謝の気持ちが詰まっている。スキル、スローサークル。ああ、スローサーか。マイナス4のスローサーか。せめてマイナス5つけてくれりゃいいのに。まあいいや。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回よろしくお願いします。失礼します。